新年祭で、ネマさんのアイディア発表するときって、現時点では、島耕が主語にはならないと思うけど、主体が島耕の話に今回はなると思っていて、その島の進路相談室という、もっと規模拡大したバージョンは、今この時点で、そのすぐに実現できるって話じゃないと思うから、まずは島耕に関わる大人たちが増えていくっていうアイディアになると思うんですけど、で、それで僕は全然いいと思っていて、というのも、中学生たちが、双日でも宮古高校でも宮古工業でもない選択肢を島にいながら、選択できるっていうこと自体が、僕は、島にとってすごく未来を作っているし、その持続可能性に寄与していると思っているので、僕はその主体が島耕の話になってても、それは全然すごい全体視点がある話だなと思ってるんですよ。ただ、その島耕があることによって4つ目の選択肢があるんだよねっていう話は、少しでも教育業にかじっていたり、教育視点を持っていない限りは、その深読みしないといけないことになっちゃうので、だからそのなぜ島耕を作ったのか、島耕が今4つ目の選択肢として持ってるインパクトは一体何なのかっていう話をなんか冒頭でした方がいいと思ってるんですよ。で、その時にその島耕という自由度の高いスタイルでやっている理由みたいな話が、そのより多くの大人たちが関わることによって、その子たちの学びになるんだっていう話と多分ベースがつながってるはずなので、そのなぜ島耕があるのか、島耕はどんなインパクトを今島に持ってるのか、で、島耕で、だからできるこの自由度の高い学びとは、で、そこに地域の人たちが関わる理由ってこういうことなんですみたいな話をしてもらえたら、僕は結構なぜそのアイディアなのかっていうのは一気通貫で分かりやすいかなと思ったりしています。絶対できると思う。僕自身も聞きたいし。そうですよね。で、これね、2つあって、だから、どっちを話そうかなっていうのをちょっと聞きながら考えてみてほしいんですけど、1個は、それこそ本当に、自由度の高い学び、自由度を高くする目的としては、その自分の進路選択をするときに、そもそも材料がない子が多いっていう課題感。やっぱりその学校、家と学校、部活、習い事、これをずっとこう、ぐるぐるやってる間に、もうほとんどの時間を消費してしまって、自分の興味関心を広げるとか、高めるとか、ね、新しいことをやってみるとか。いう時間もなかなかないし、それこそ島にある職業、大人、どんなものがあるのかっていうところに触れる時間がほとんどないまま、高校卒業のタイミングを迎えてしまうので、これを、もったいないと。そもそも材料がない状態で、この中から自分のやりたいことを選んでくださいって言われても、それってまあ難しいよね。だから、少なくとも、島内にいる大人とか、事業所の力を借りながら、こんな仕事があるんだよ、こんな働き方があるんだよ、こんな生き方があるんだよっていうことをたくさん知ってもらった上で、自分の進路を考えるっていう、まあ、こういうその仕組みを作りたいっていうのが、まあ、一つ。で、これが最初の、いわゆるその前向きな理由だったんですね。だから実際やってみたときに、何が起きてるかって言ったら、どちらかっていうと、そもそも既存のシステムでは、学ぶことすらできないっていう人がいる。不登校の子も多いし、不登校だけじゃなくて、高校に行ったはいいものの、途中で辞めてしまうという子もいるし、で、その原因って、まあ、いろいろあるとは思うんだけど、やっぱり、毎日通うってことができないとか、集団に入ることができないとか、まあ、まず本当にその辺からスタートして、今の、今までは、
学びが保障されないって子たちがいるから、精神科高校っていうのは意義があるんだよと。うんうん、ここだったら、その、うん、評価の物差しも一律じゃなくて、自分のやりたいことっていうのを認めてあげられるし、集団が苦手だったら自分一人でやればいいし、うん、朝起きれないんだったら、昼とか夜とかに頑張ればいいし、直接話すのが難しかったらチャットで話せばいいしとか、まあ、そういうなんか選択肢を与えてあげられるなっていうのが、二つ目の理由としてあるなと思う。うん、後半については、なんかやりながら気づいたところなんですね。うん。うん、なので、ここを、まあ、どっちを話そうかなっていうのもある。両方話してもあるし。うん、両方話してほしいです。うん。ま、なんか、今の源流さんの話で、学びは保障されていないっていうキーワードがあったと思うんですけど、うん、なんかそれは結構、やっぱそれを学びの機会を増やした人じゃないと言えない言葉な気がしていて、うん、なんか僕らは純粋に義務教育を卒業して高校、高等教育に進む人たちっていうのは、こう、行きたいと思ったところに行く。その例えば、わからない。中学校の時の過ごし方で、成績が足りてなくて行きたい高校に行けなかったこととかはいるかもしれないけれども、その高校入学というハードルさえ超えてしまえば、学びは保障されてると思いがちだけど、みんないろんなそのリズムだったり、得意不得意があって、で、学びって本当はそういうなんかみんなのいろんないびつなその表面にフィットして学びがあっていいはずなのに、学びってなんかすごい企画があるものになっちゃっていて、その企画に合わない人たちの学びって保障されていないんだよっていうことですもんね。うん、なんかそれは本当にちゃんと伝えてほしいな、うん。しかも学びって結局学問的なことばっかりじゃないですか今って、うん、でもそれ社会に出るとそれだけじゃないものばっかりで、うん、自分を知らないとわからないいけないしとか、うん、一気に考えなきゃいけないことが増える気がして社会人になった途端に、うんうん、それをちゃんとこう学生のうちから考えられるってめっちゃいいなとも思うし、うん、でもこの前向きな最初の目的の時に興味関心を持つ時間がやっぱないじゃないですか、そもそも、うんうん、そういう子たちも一応入ってるんですかね、その最初目指した子たちも入ってはいますよね、うん、そういうなんかちゃんといろいろ自分のやりたいことしたい、でも今のこの確率的な教育だったら時間がなくてなかなかできない、うん、から島校に来たみたいな子もいはするんですか、うんうん、まあ、現状はまだちょっとそういうパターンの子はいないかな、どちらかっていうとね。うん、そう、ただいや、出てくると思います、うん。学びが保障されてないっていう言い方を、その学びの定義をもう少し広げたとしたら、うん、その職業に対する学び、社会の、ね、成り立ちに対する学び、うん、地域の理解に対する学びっていうのは、もう学校、部活、習い事、ので食い崩されてるっていう現状を考えたら、それが保障されてないっていう考え方ももちろんできるから、うんうん、それはね、これ変えなきゃいけないと思います。すげえ、学びの定義もね。うんうん、ね、だから、これは そもそも語教科学べないとか、クラスに入れないとかいうところを保障するっていう意味もそうだし、うん、今言ったその職業、社会の地域に対する理解っていうのを学ぶっていうと、両方ともきちんと、うん、みんなに提供できるっていうシステムを作って、うん、これが 誰でも受けられるっていうふうに、まあ、いずれはやっぱなってほしい、うん、かなと思っていますよと。うん。うん、保証されてない人がいないって思ってないでしょうね、多くの人。うん、でこれはその、うん、ネマさん的にはその一人でも多くの大人がその高校生とか、まあ、中学生とかその、まあ、学びの時期に子供たちに関わることによって、うん、なんて言うんだろうな、僕が想像するにそのあこ
この人こんな仕事してるんだとか、仕事をするってこういうことなんだみたいな、その仕事って人によって人生の中の重みも違えば費やすエネルギーが違ったりするじゃないですか、うん、でそういうなんか多様な働き方があることを伝えるのもそうだと思うんですけど、なんか今その学びの保障の話で想像してるのは、こういろんな大人が関われば、例えば分かんないですけど、根間さんにはちょっと相談しにくいけど、澤田さんになったら行ってみたいかもみたいな、そういう人のこの合う合わない、合う合わないっていう言葉ちょっとあまり良くないな、人の相性か。もう大丈夫。まあでもタイミングによってね、この人に相談したいとかいろいろあるからね。うん、うんうん、あるある。うん、そうですね、そう、まあ、そういった意味もある。そう、うん、うん。なので、で実は大人と関わる意味、大人が関わる大人が増えてほしいっていうのは、その、まあ、さっきの問題、二つとも解決するかなって思ってまして、うん、一つは、そもそも、じゃあ職業について学びたいなと思ったとしても、じゃあどこに行っていいかわからない、誰に相談していいかわからない。うん、これは、学校が、今、特に高校の話をすると、やっぱりその県立高校の、なんか県立高校の先生たちと自治体っていうののつながりが、まあ、まだまだちょっと出来上がってないなって思ってはいて、うんうん、そもそも忙しいから時間が取れないっていうことと、まあ、誰に言っていいか分かんないっていう、まあ、両方で、うんうん、うまくいかないんだろうなって思ってるので、そこは、都にはこういう大人がいるんでしょうっていうのをいっぱい見れる、知れる、まあ、何か、形を、があるといいなと思っています。うん、で、その上で、大人と関わっていくと、実際自分の、好き嫌いを発見するきっかけにもなるし、不意不得意を発見する機会にもなるし、うん、何か人の役に立ったっていう、その自信が、もう自分のやりたいことを、やりたいって言っていいんだっていう自己効力感にもつながる。うん、で、もうちょっと言うと、実際やっぱ、いろんな大人がいるっていうことを知ると、うん、今まで自信がなかった自分に対して、学校っていう枠組みの中では、なんか、すごい自信なかったけど、うん、なんか、いろんな人いるんだ、いろんな人があるんだって知ることで救いになる子っていっぱいいると思ってるので、うん、人生のモデルケースをたくさん知るって、うんうん、は、なんか、心を救うことにもなるんじゃないかなって思います。逆になんか自分と、自分こんな自分ダメだと思ってても、似たような大人がいたら、うん、あ、別にこれでもいいんだと思えたりとかっていう話。うん、もうあるし、ね、すごい憧れの人に出会って、うん、この人みたいになりたいから、もっといっぱい、ね、美を磨こうとか、性格になろうとか、うんね、英語勉強しようとか、まあ、何かしらの意欲につながれるといいなと思っている、うん、でそれは結構、出会いの数にはまあ、出会いの数が多ければ、うん、そういう大人に出会える確率もやっぱり上がってくるし、うん、で都の大人は結構優しいので、ね、高校生が頑張ろうとしたら、ね、あ、じゃあ自分も応援するよってやっぱ言ってくれると思うし、うんうん、そういう人が意外と救われるじゃないですか。救われる。なんか、なんだろう。自分をね、構ってくれるじゃないけど、気にかけてくれる。ね、おせっかいです、ね。おせっかいです、うんうんうん。自分に対してね、おせっかい焼いてくれるなんか大人がいるってなると、その瞬間はね、いいわってなるかもしれないけど、まあ、どっかでやっぱトラブルとか必要になりますよ、うんうん。そういったことを、
まず出会ってほしいですし、うん、もう話してほしいですし、うん、でそれはそこに例えば、まあ、職場を見せてくれるとかインターンで受けてくれるとか具体的な関わりは、まあ、プラスしていければもうより良いなと思いますし、うん、俺の知ってる、ね、知識だったら援助してやるよって言ってくれたらなお、うんとか、うん、まあ、そこは、ね、関わり方みたいなのはいろいろ作っていけばいいのかなっていうのは、ね、出口として置いといた上で、うん、なるほど。なんかでもすごい今自分の学生時代とかを思い返しながら聞いてたんですけど、まあ僕の場合は地域のその大人たちに関わらせてもらう機会はやっぱなかったから、うん、ない、うん、なんか学校の先生たちとか先輩たちとかとは積極的にすごいお話しさせてもらっていたし、なんか今考えたらすごい気にかけてもらってたなっていうのを今思い返しながら聞いてたけど、それが近所の人だったり近所ではないけど同じ地域の人でなんかね、全然年齢とかも違う人たちがなんか面白い話してくれて、でお前もこれ知りたかったらいつでも聞きに来いよみたいなこと言ってくれるとかあったらやっぱ安心しますよね。うん、うん、うん、社会に出たらそういう モデルケース人生のロールモデルがいっぱいいるじゃないですか。うん、うん、その時にようやく、あ、これ好きなんだとかって分かったなと私の経験的には思ってて、うんうん、それが学生の頃からできるともっと良かったなと。私、あれなんですよ、なんか人生の流儀っていう NHK のプロフェッショナルだ。プロフェッショナル。っていう、うん、そう。なかなかいない。プロフェッショナルって番組があって、私が進路に迷ってる時に、中3の時の担任がプロフェッショナルの取りためたやつをバンって貸してくれたんですよ。うん、それっていろんな人生のロールモデルを知れたから勇気になったんですよね。うん、でもそれ、まあ、一方的な話だから私は話すことはできないけど、それだけでもまずは元気になれたから、確かにいろんな大人の生き方を知ると、まずは勇気になるし、その人たちと喋れたらもっともっと、うん、あ、こんなんでいいんだって思える瞬間すごく増えるんだろうなっていうのがすごく想像ついたので、うんうんうん、めちゃめちゃわかる。いや結構本当に、うん、いいというかこれからのやっぱり学び方には必要だと思いますね、うん、AI が発達して今までこの通学ができるようになるための時間、英語ができるようになるための時間っていうのは、ぐーっと短くなっていけるんですよね。うん。じゃあ、だん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 と時間はできてくるはずで、じゃあその空いた時間に対して、その、何を、ね、入れてもらいたいかっていうと、やっぱり大人との関わる時間なのかな。職業、いろんな仕事を実際自分がやってみる時間なのかな。うん。って思うの で、都はかなりそれを先駆けてできる地域になれると思うんですよ。うん。うん。うん、うん。コミュニティもちっちゃいし、ちっちゃい割にはかなり多様な職種が、ぎゅっと集まってると思うし。これはなんか、あれなんですか、その、今すごい僕は話を聞きながらワクワクしているし、どっちかっていうと入学したいなと思って聞いてるんですけどそうね、入学する側として聞いてるよね。そうそう、なんか、うん、そう、2世代上の先輩とかの話聞けるんだったら俺も入りたいなと思ってるけどその関わる大人側としては、今回その源流さんのもっとたくさんの大人に関わってほしい、たくさんの大人が関わる、まあ、教育機関になろうよっていう話だと思うんですけど、それって関わりたいですってなったらどういうことができる、どういうふうに関わることができますか。例えば、うん、
その大人のタイミングで関わってもらえるかどうかっていうと、まあ、ちょっとわからないなと思ってます。ただ、まあ、考えられるのは、週に1回やってるホームルームがありますので、さらっと参加させてもらって、なんかワークショップを一緒にやるとか、おーおー、うん、面白いんですよ。僕ですワークショップ。うん、だから、そうやってね、うん、最初は自分のなんか、ちょっとした興味で、ね、うん、関わってみるってやってみてほしいですし、その上で、生徒側から、こういうことをやってみたいんだよね、うん、こういうジャンルに興味があるんだよねって言ったときに、僕らの引き出しになってほしい。引き出しっていうのかな。あ、じゃあ、こんな誰々さんっていうのがいるので、ちょっと話聞きに行ってみなよとか。うん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 、なんか、地域貢献とか NPO 興味があるんですよねって生徒に言われたら、あ、北林さんっていう人がいるって、いろんなところでいろんな活動プロジェクトやってるから、話聞いてみるといいよって言って紹介する、公務員の仕事興味あるんですよねみたいな、翔太さんとか、小林さんとかいますよとか、出版の教育があるんですよって言ったら、中さんって言ったらいいよとか、これの、もう、ジャンルというか、この種類、引き出しが、めちゃめちゃ欲しいんですよ。なんかあれですね、そのホームルームに一回行って、うん、自分が誰なのかを自己紹介とかさせてもらえるんですか？ホームルームに行くとなんかまあ、誰ってなるから、自己紹介的なことはきっとするんですよね。うん、うん、で自己紹介もするそれはもうファシリテーターのものっていうか僕が紹介するの忘れたりとかがあでも参加してワークの時間には生徒の隣に座っていろいろ話したりするってことですかね、うんうん、そしたら生徒ね一回見たことある人あの人かってなったら関わりやすいですよね。うん、うん、ああそうそう、まあ本当にそういうことだと思いますね。農業興味あるんですよね。農業のあの人いるかなって言って、行かしてみたり。うん、で、まあ、そういう関わり方してほしいですし、僕らがね、教えてあげられることは かなり限られているので、うん、から地域の人の力を借りたいですし、うんうん、次にまた興味関心が出てきたときに、パソコン、もうちょっと具体的に言うと、めっちゃ上手にイラストが描けるようになりたいんですね、ってなったら、じゃあ実際イラストレーターとして働いてる方の知り合いいるよ、どんな機材使ってて、どんな練習してるのって、ご覧になって言ったら、一歩目めっちゃ踏み出しやすいとか。うん、うん、動画編集したいんですよね、けどやったことないんですよね。編集をしてる人いるから、なんか、何から始めたらいいか聞いてごらん。ほう、いいですね。じゃあ、ホームルームにまず参加してもらうのも一つだし、うん、で、そこに参加して、いろんな興味関心が学生から出たら、うん、人をつないだり、職場をちょっと紹介してみたり、うん、っていう行動もできる、うん。そういう些細なことでいいんですね。ね、めっちゃいい、うん、この些細なことで、うん、本当に生徒も顔が変わってきて、うん、自信が出てきて、興味が広がってっていうのが本当この1年半でいろんな子を見てきたんで、うん、まあ本当もっともっとこういう機会が欲しいなって、うん、心からその現場を一緒に体感してみたいです。うん、ぜひぜひ。だから生徒に知り合いができて、あ、誰々さん今頑張ってるみたいな、うんうんうん、つながりができるだけで、多分大人側も楽しくなると思いますよ。うん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 、それはありますね。だからの人生。千年祭までに私たちもホームルーム参加してみますか。あ、いいですか。いいですか。ね、参加してこんな感じだよって写真とかで
あ、当日も少し見せれたら、イメージ深まりそうだなと思った。木曜10時。木曜10時。生徒たちが OK だったら。うん。で、これね、これね、それただ、一歩目、まあ僕がちょっと喋り始めが悪かったんですけど、一歩目のこのホームルームに参加するってところは、うん、まあ、喋りながら思ってるんですけど、まあ、この大人側のタイミングだったりするので、生徒側の子供の方は、今ね、ちょっと生徒層的には、どちらかっていうと、まだ、それこそ元不登校ですとか、コミュニケーションに学んでるっていう方が、ちょっと多いので、慣れるまでは、やんわり行きたいっていう気もある、うんうんで。ただね、これ3年ぐらいしたら、もうなんか全然、雰囲気も変わってると思うし、うん、絶対その辺のなんか生徒たちの安全面、まあ、心の安全面は絶対ネマさんの常にスクリーニングがあって、ネマさんがいいなと思うタイミングでまずは1人とかまずは2人とか分かんないけど、そういうその辺のファシリテーションは絶対にネマさんに握っていてほしいし、僕らもネマさんが今日だったら来てもいいよって言ってもらえると、多分来る側もうんうんうん、安心して参加できるかなと思うので、その辺はぜひお願いしたいですね。うんうん、本当最近はね、もう4月から、ね、7ヶ月、8ヶ月経ってるんで、もうさ今いる感じの生徒は、もうだんだん慣れてきて、鍛えられてきてる感じがあるんで、そうそう、千年祭までに、浜田さん、北林さん来て参加してるっていうのは、全然 OK。無理ない範囲で。もう大丈夫みたいなことは、まあ、千年祭ではあんまり言わないかなっていうのは、どちらかっていうと、やっぱり、一歩目としては、こういう生徒、興味関心ある生徒がいるんだけど、そうなったときに、どこへつけさせてもらってもいいですか？で、言うのを、いいですよって、事前に教えてくれる大人がたくさんいると、それもたくさんいそう。で、この興味ある大人というか、一緒に関わっていきたい大人を、千年祭でまず、積極的に呼びかけて、増やしたいという。そうですね。宮古の人って子供たちのことをすごい、子供たちのためだったら一肌も二肌も脱ぐよみたいな人多いと思うんですけど、いるよね。同時にむっちゃシャイでもあるじゃないですか。うんうんうん。なんかあなたの言うのにね。あなたの話聞かせてほしいって言った時に。俺なんか話すことないよみたいな人も多いじゃないですか。そういう人はなんかどうやったら関わる、どうしますか？そういう人は多分2人目3人目では関わりにくいと思うので、122人目とか123人目で関わってもらえる。輪、が広がってった先にそういう人たちもいるってことですね。確かに確かに。そっか、千年祭の時は、あれですかね、なんか、フォームみたいな、申し込みますみたいなので、連絡先をネマさんにお伝えしたらいいんですかね。もし関わりたいって人がいた時は。まあ、例えばそういう、フォームを使うとかいうのは、一つの手だと思いますね。フォームがいいのか、何がいいのかっていうのは、まあ、具体的に、ね、また検討すればいいと思います。そうしましょう、そうしましょう。OK です。じゃあ次回なんかその辺の、具体的にこう、関わりたいよっていう人たちがどうやったら関われる、どうやったらっていうかその、まあフォームなのか何なのかっていうのは、ちょっと千年祭側もね、昨年度は賛同の声の届け方としてフォームを使っているので、でその賛同の声を届けるときに私はそういう
ネマさんと連絡先を共有して OK ですみたいなことがチェックできるようにしたりとかはすることはできると思うので、その辺とかをまとめておいて、また次回のミーティングの時に、その話をしましょうか。いいね。なんか大人と子供がこう関わり合うことで、なんか子供がこんだけ可能性が広がるとか、話すだけでいいんだとかっていうのが分かるのはすごく嬉しいし、未来があるなと思って、今日は高いなと思って聞いてました。いや、本当に。関わる大人ね、うん。隣のおばちゃんがすごいね、なんか、福井だったり、先生だったりってすると思う。する。俺らもさ、別にさ、教科書とかで学んだことだけで生きてるわけじゃないもんね。うん。そうだと思います。めっちゃ何気ないタイミングで話を聞いたおじさんの言葉が心に残ってたりとか全然するもんね。あるある、飲みの場に行ってね、話聞いてくれたおじちゃんがすごいいいこと言ってくれたりとか、本当あるから、出会いっていいよね。それはもう社会人になってからの話でしょ、お酒そう。でもさ、お酒飲まなくてもこう出会ってちょっと話して、何か一言が勇気になったり、自己肯定感上げてくれたり、そういうところにつながるんだなとも思うから、いいな。そうだと思いますね。だから、これね、画面共有できるんですか？できると思います。まあ、もう話ついてるっていうことなんですけど、だから、なんかの最終学歴の話、これ倫理法人会でした話なんですけど、なんか、最終学歴って何ですかって聞かれたときに、最終学歴は、例えば高校とか大学名とかを出しがちかなと思うんだけど、実は大学卒業してからいろんなことを学んだよなって思ってるんですよね。だから社会に出てから初めて社会の仕組みを学んだり、人間関係を学んだり、人の役に立つことっていうことを意識し始めたり、社会貢献っていうことを考えてみたり、で、自分に足りないことを知って、あ、学ぶって大事なんだ、あの時もっと学んどけよかったと思うのって、結構社会に出てからだったりするのかなって思って、なのでね、だから最終学歴って、もう大学とか高校とかじゃなくて、ね、もう会社に入って、今学んでる最中だ。社会の中で学ぶってことが、やっぱり大事だし、で、それって何かって言ったら、大事な学ぶことは学校の外にもあるよと。それは、なんか、さっきね、鳴川さんが書いてもらったように、地域全体がもう学校だよね、感じで、できればいいなと思っている。我々は宮古島に在学中である。大人も、子供も含めて。っていう意識で、なんかみんなで、大人まで教えてあげるとかね、一緒に学ぼうよ、一緒に成長しようよっていう、感じになると、高校生から学べること本当にいっぱいあるんで、こういう感覚で、みんなで、この変化の激しい時代にね、一緒にできたらなと思いますけどね。こんなイメージですから、自由な時間がたくさんありますと。そこに体験ベースでの学びとか、学び方の変化、テクノロジーによってどんどん変わってきているので、よく計算があって、それを地域全体で支えるっていうことができたら、こんなにいい環境はないですよ、宮古島が、なると思います。いい。ありがとうございます。なんか久々に道徳の授業を受けた感じがする。なんか入学したいとか言ってたけど在学中なんだなっていうことがよく分かりました今日。学校で学びが終わってるとみんな思ってるけど違うよっていうのも分かるし、いいですね。その先も一緒に学び合える仲間が
子供って別に教える存在じゃなくて、一緒に学び合える仲間だと思うと、すごく、またね、うん、いい関係性が作れると、大人にとってもいいし、うん、なんかいいですね。教育っていうか、まあ、学びって幅広いんだなっていうのがやっぱりわかるし。うん、今ね、うん、共に育つで教育って書いて、うん、教えて育てるじゃなくて、共に育つで教育って言ってる人も増えてるもんね。うん、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はこんな感じで。よりどういうふうに市民が関われるのかをもっと具体的にしていくっていうのと、うん、ちょっと千年祭に向けてのラスト1回になるので、今までの流れも少しおさらいしたいなと思います。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。じゃあお疲れ様です。